はようございます。はい、ついにやってまいりました最終日、91番と最終日 in 松戸スロットゼウス。まあ狙いますよ。まあとにかく引くものを引けば結果がついてくる、おのずからね。パーデスにしろ凱旋にしろ、まあとにかく拳をフル活用してね、頑張りたいと思います。もうとにかくもう頑張るしかないよね。でですね、結構早めに来ました。1時間半ぐらい前に来たんですけど、もうすでに前には10人ちょっと並んでたというね。まあでも凱旋ハーデス合わせて15台あるんで、どっちかは取れるだろうと。というわけで皆さん最後までお付き合いよろしくお願い申し上げます。まもなく入場です。狙い台が取れるかどうか始めます。さあそんなわけでしてね、早起きした回がありました。ハーデス5台しかないんですよ。でもう多分14番目だったから取れないかなと思ってたんですけど、なんと奇跡的に2台も空いてました、はい、やっぱうまいこと散らばってくれましたね、凱旋と。お願いします。遅れた、やべえ遅れた、ダメか、はい波む、はい、いやもう周り見たら結構当たってますね。全体的に当たりが早いです、はい、これはもしかしたらどうなんでしょう早く当てたいな。もうさあただいま投資ジャスト10本、まだご覧の通り際立った挙動が見られません。もういいな、みんな当たってるし、ね、頑張ろう。そろそろ当たってほしいな。投資ジャスト20本、ちょっと何やってんだ。そろそろちょっと当たってくれないと困りますよ、っていうか機嫌が悪くなるよお願いします。本当にやっと積もった、はい、まあ、稀にガセりますけどね、ボタンからのこれも。いやこれはもう積もったでしょ。ほらほらほら、遅れなし、左7停止、はい、ありがとうございます。わなんだよおい、で自力で何か引いたりして、当たらねえな、どうしたどうしたどうした、早く当たれよ、なんかおかしいぞ、本前兆じゃなかった、嘘でしょ、何これ、
久しぶりにボタン金色とガセりました。ちょっとこれは波乱の幕開けいいからな、当たってくれよ本当に。さあもう気づいたら800のゾーンです引けねえなー、本当にもうヘル引っ掛けてヘル。はい、投資ジャスト30本、どうなってんだもん俺だけじゃ当たってないの、なんだよ。ふと気がつけば、1000超えてます。なんなん本当に、もう他の皆さんもボンボン当たってるのに俺だけ当たってないの。うわ、大人の社に旅降臨、いいなぁ。いやいやいや、こっちにも神降臨お願いしますよ本当。投資ジャスト50本、勘弁してよ本当に。もはい、天井ストッパー、神様が天井ストッパーしてくれましたいや久しぶりだ。いやあ、失敗した。久しぶりなんでちょっと写真撮らせていただきます。投資は全部で54本、ゴシマいやー初当たりがゴット。さあこっからやぞ。あ、やっとちょっとあの気分が54本使ってねえ。あ、2700枚出せばいいんだ、簡単だよ。何も起こらずで、何これ、え、ゼウスですかあなたは本当に、まあ、もうさあこっからですよ、肝心なのは。もうお願いしますよ。よし来た。ってぶち切れそう。じゃあ本当に
誰か M60 マシンガン持ってきて。はい、まあ枚数の帳尻はありましたが、やる気ゼロですねこれね。本当にもうなんだよ、もうたったの10ゲームも乗っけてくんないと。どういうこと。本当にもうあのフリーズした瞬間だけで楽しいの、まあ、あと2つあるからそこでなんとかできればいいんだけど、なんかちょっとこの台とちょっと噛み合わない感じがしてきました。全てが噛み合ってない感じ。さあ何が出るんだ。はい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 。やった上乗せです。でもどうさ、これでも10とかなんで、ね、お30か。はい、はい、まあこんなもんです。あーもう一発なんか偉いの出てきて、もうこんなんじゃダメだよ。もう全然あかんパターンやこれ。やっとステージが変わった。ループはないでしょう、ね、しょぼすぎだろ本当に。もう全然ゴッド引いてまだまだ全然マイナスよ。いや納得いかん、全然納得いかん。これっぽっちも納得いかん。こんなんじゃ、こんなに。裏モードオンになったようです、はい、雷で奇数転廃せずが立て続けに2回当たれ。当たんねえ、もう全然ヘル入んねえ。本日初の中断切れな。仕事してくれるかな。
はい、402ゲーム本日一発目のヘルゾーン、どうせ青でしょ。お、赤だ、赤だ、お願いお願いお願いします。えい、あー、よかった。はい、シャキッと当たってくれました。あー、ワンワン、火吹いてくんねんかな。あ、よし、やっぱり何も起こんないな。あれだな、噛み合わないな、噛み合わん、言うこと聞かん。少ない少ないぞ少ないぞ。上がった、当たった、どっち？当たってほしいな。まだだって通常当たり1回もないもんね。お、ん、ダメかな。なんだ、ダメかな。いた、せえ、いや、やっと通常当たり、本日初の通常当たりです。火吹いてほしいな。ステージが弱いわ。はい、もうぴったりプラス3枚ですね。
当たった当たった感じ、ボタンで泉に、これは来てるでしょう。これマイク拾ってるかな、これ今あの天杯王になりました、はい、まさしく本前町、はい、ありがとうございます。ようやくなんか当たりが少しずつ軽くなってきたような、でもやっぱり犬さんしか出てこない。30か、もう一声、もうステージが弱い。はい、次も頑張りましょう。稀に好かるんですよ、チャンス目で、はい、お願い、通常出目でお願いします。お、やった神サイリン、やりました、取れ高稼げましたし、今度こそはもう本当にダーンと出すからね。もうさっきのはあのちょっと偉い天井と思ってください。はい、あった、えい、よーら、今度こそもガチコーンやすんだよ、おら、これはもう勝見コールじゃね。八つ当たりがゴッドっすよ。さすがですね、1400余ったとはいえゴッド。こんなんばっかっすね今回ね、なんか天井に縁がないね、ほんとみんな手前でギャーでっていう。しかも何時から並んだのよ。8時前でいたそうですよ。もう、死んじゃうよ。泊まりで。これちなみにハーデスを取りましたけど、この日のハーデスというか、まあ、この日すごい強い日という話でしたけど、はい、どういう状況ですか。ハーデスは前四頃です。前代四頃、五代ですよね。はい。前代四頃でさあ、アニマスさんが打ったのは四なんです。ダメじゃねえか。一番ダメなんですかね。何やってんね、これ。いや、そうですけど、まあ、そういうところに行けたっていうのがいいじゃん。この目食いすぎだろ、俺。でも全体仕事だったんだね。他は他はですね、凱旋が2分1で5-6。5-6 あ、4-6でした。2分1、4-6、はい、はい。で、オキドキが全-6。はあ、で、サラバンも全-6。すげえ。6ばっかりですね。まつび8じゃないですよ、でもね。そういうのが選べる状況じゃなかったの、うん、ああもう10番台だって、その数2時間前が並んでわーって
ってもう小台しかないですからね。そうだよね、もう祭り八がないです。もう大盤こう見てる暇なんかないよ。さすがのさすがの関さんもそこでだってちょっと祭り八祭り八で探して全部埋まってたらそれはさすがにもうもうダメですよ。そうですね、確かに。もし取れてたらやばいっすよ、前半で満杯ってたの。長竹さん、はい、キムさんの顔がまた、おお、それ何パスウェイショーでそれオカルトの出したのこれ、マッチョマッチョとか、何魚群のお詫びとか、何それ信じていいの？信じていいのね、それ、何いいのかって、俺はいいと思います。お詫びとか、お詫びしかもキムさんが言ったんじゃない、中竹さん言ってないでしょお詫びは。意外とあると思ってるから、ね、そうだ、ご慈悲はあるもんだと思ってますね、時代から。いや、すごいな。でもやっぱゴッドドンって引いて、まあ、2回引いてますもんね、前半戦で2回引いたね、2回目引いたね、引きました引きました、まあ、内容はちょっとっていうところはあったんですけど、だからこっからじゃないですか。そうです、そうです、まあ、あと何回引くんだっていうところもありますからね。これちょっと後半行く前にまとめておきますよ。もしですよ、はい、まあないと思います。もうさ、2回目のことも引いてるんで、前寄せ終わった場合には私たち3人が指名した人、一番収支の悪い人が、はい、こう行くと。そうですね。あなた誰でしたっけ？僕は重田民氏で、まあ、プラス1万5000ですよ、ね、俺は無駄いくつです、プラス8万8000だから俺はもうないです、はい、重田民 VS アニマル克実という、はい、そういう側面もあるということを頭の片隅に取れば、はい、大理性です。でもさすがに一号でしょ、それを下回ることは。ああ、そっか、じゃあ僕が一番今危ういところですね。だからもう今願うのは、はい、マクル。ああそうですね、もう全然マクル、4万以上のプラス、はい、いきましょう後半、はい、克実コールでいきましょう、はい、俺はもう、はい、アニガさん次第ですよ。克実、克実、克実入っちゃねえのバカ野郎。